こんにちは、リサです。はい、今日は Vlog っていう形ではなくて、ちょっとあるものを紹介しようと思って動画を撮っております。ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日紹介したいのは北海道コンサドーレ札幌を支援するためのプログラムのリレーションシップパートナーについてご紹介しようと思います。はい、リレーションシップパートナーって一体なんだっていう話だと思うんですけれども、最近登録されている方もいらっしゃると思いますし、私も登録しています。そう、簡単に言うと小口スポンサーみたいなところですね。スポンサーって聞くと大きい企業だったり大きいお店、有名なお店とかがやってるようなイメージかと思うんですけれども、リレーションシップパートナーっていうのは、そう、小規模な会社だったりお店だったり、あと私みたいな会社とかやってない普通の個人でも登録することができるものとなっております。で、リレーションシップパートナーに登録するために必要な登録費用の最低ラインは5万円で、5万円が最低ラインなんですけど、ランクは4つありまして、その5万円がブロンズコースで、10万円がシルバーコース、20万円がゴールドコースで、30万円が一番上のランクでプラチナコースになっています。4つランクがありますので、そのランクごとで特典が異なるものもあるんですけれども、共通している特典もありますので、そちらをいくつかご紹介しようと思います。1つ目は皆さんも見たことあると思うんですけれども、特製のタペストリーがもらえるということで、こんな感じで、ちょっと画角に入りきりませんがこういう風なタペストリーをもらえますね。こうかけられるんですね、壁とかに。これ多分お店に飾ってる方とかも多いかなと思います。これが全ランク共通でもらえますね。申し込んで届くような感じです。で、2つ目は、登録すると、コンサドーレの公式ホームページに会社名だったり、私だったらリサっていう名前で登録してますけれども、私の名前がホームページに載るっていうことで、名前が載るだけじゃなくて、ちゃんとお店のホームページがあれば、その URL を載せてもらえたり、私だったら YouTube をやっているので、 YouTube の登録チャンネル登録のページの URL を載せてもらうようにお願いをしております。3月ぐらいに更新されるそうなので、ぜひ見てみてください。特典3つ目ですけれども、3つ目はホームゲームの日程が書いてあるポスターやチラシなどをもらうことができます。これも画角に入りきりませんけれども、今年のホームゲームのポスターですね。こんな感じで大きいしっかりしたポスターになってます。これもお店とか会社で貼ったりすることができますね。ちょっと個人の家だと貼るスペースどこにしようかなって迷っちゃうと思いますけど、こんな感じでかっこいいポスターが年に数回送られてきます。はい、特典4つ目、4つ目はオフィシャルガイドブックをいただくことができます。これつい先日届きました。これ買うと定価1300円プラス税って書いてありますね。見えるかな。特典5つ目、これはランクごとで数が変わってくるんですけれども、全ランク共通で招待券、ホームゲームの招待券をいただくことができます。私はブロンズっていう5万円のコースの一番下のコースなので、多くても6枚もらえるんですけれども、カテゴリー1で4枚で、私カテゴリー2の方を選んだので、カテゴリー2だと6枚いただくことができます。これがシルバーだったりゴールドだったりプラチナだったりだと、どんどんランクごとで招待券の枚数は増えていくんですけれども、ホームゲームの時に使うことができます。はい、特典
6つ目なんですけれども、こちらはちょっと私は使ったことないんですけれども、チケットだったりグッズがそのスポンサー限定で割引価格で購入することができるみたいです。で、ちょっとその使用方法もあんまり詳しく書いてなかったんですけど、どうやらそのリレーションシップパートナーの担当者にメールをすると、その割引が適用されるような噂を聞きました。はい。特典7つ目。7つ目は、リレーションシップパートナーのパーティーに参加することができるようです。参加できると言っても、ちょっと条件があるみたいで、私は一番下のランクなんですけれども、その下のランクだとお金を払うと参加できるという形で、上のランクの方だと招待、無料で参加することができるそうです。現在はコロナウイルスが流行っているので、ここ2、3年ちょっとリレーションシップパートナーのパーティーというのは行われていないようなんですけど、パーティーが行われなかった代わりにあるものが送られてくるんですけど、ちょっと送られてきたものを紹介したいと思います。で、私2020年から加盟しているので、2020年にはこういったガラスのグラスをいただくことができました。これ中見てもらうと、ちょっと見えるかな、リレーションシップパートナーのロゴがこうそこに書いてあるんですね。こういうガラスのグラスをいただきました。可愛いですよね。ちょっとまだ使ってなくてずっと箱に入ってたんですけど、これはリレーションシップパートナー加盟してる方しかもらえないものなので結構レアかなと思います。去年2021年にもらったのがこれですね、クッションですね。これが相沢さんがデザインしたロゴのクッションですね。ちょうど25周年だったので、これが送られてきました。柔らかくて気持ちいいですね。かっこいいですね、このロゴ。リレーションシップパートナーの申し込み方法はコンサドーレのホームページからパートナーメニューに飛んでもらって、リレーションシップパートナーのページを開くと一番下に申し込みフォームがありますので、そちらに必要事項を入力して送信を押すと、コンサドーレのリレーションシップパートナーの担当の部署から登録申し込みを受け付けましたという内容のメールが来ますので、それで後日請求書とタペストリーが送られてくるので、先ほど紹介したやつでこういった感じで領収書、請求書が来ますので、これでお金を払って支払ったら登録完了ということになります。私がリレーションシップパートナーに登録しようと思ったきっかけですけれども、2020年にコロナウイルスが流行り始めて、コンサドーレもスポンサーも減収でなかなか厳しい状況だったと思うんですけれども、その中でコンサドーレの選手たちが年俸の一部を返上しますっていうような申し出をしたっていうニュースを見てですね、ちょっと選手たちにそういう思いはさせたくない、偉そうに言ってますけど、なんかそういう思いしてほしくないなっていうのところから、少しでも力になれたらいいなと思って、本当、少ない金額ですけど、5万円のコースでリレーションシップパートナーに登録しようかなと思って始めました。リレーションシップパートナーに登録するために払った費用は何に使われるのかというと、コンサドーレの運営資金だったり選手の強化費用の一部に充てられるそうです。なので自分が払った少額のお金ですけれども、少しはコンサドーレのために役に立ってるのかなという気持ちで毎年続けるようになりました。私なんですけれども、その関東出身、関東在住なので、北海道に帰省するとかそういったイベントがないので、なかなかホームゲームに足を運ぶことができてないんですよね。なのでシーズンチケットも買っていないですし、ホームゲームにお金を落とすといったことがなかなかできてない状態です。関東に住んでるコンサドーレサポーターさんも、なかなかホームゲーム行けてないよっていう方いらっしゃると思います。
でもちょっとあのコスタドーレのために何かしたいっていう気持ちがもしあるようでしたら、あの個人の方でも登録ができますので、ぜひリレーションシップパートナーに加盟してみてはどうでしょうか。